千葉の石井修二選手です。さあ準決勝戦はいかがでしたでしょうか。はい、えっ、ー、とそうですね、激しいレースだったんですけど。まあ、あの、どうにか自分だけ、ちょっと一着取らしてまいりました。三日間走って状態、足の感触などいかがですか。そうですね、初日間、あの、ちょっと体調はあんまりよくなかったんですけど、あの、よ、品品よくなってるんで。あの、だんだん上がり目です。さあ、そして決勝戦ですが、どのように戦いますか。えっと、そうですね、すごい細かく。 ラインが分か、ラインっていうか、細切れになってしまったので。まあ、あの、もう。チャンスあるとこから、いけるとこから。あの、思い切っていきます。はい。それでは、最後にファンの方に一言お願いいたします。はい、えっ、ー、と、取り入れ記念できない最終日、えっ、ー、と、確定版目指して頑張りたいと思います。応援の方、よろしくお願いします。